ソウルトレインは1971年から2006年までアメリカ合衆国で放送されたソウルダンス音楽番組である。毎回変わる豪華アーティストとそのライブ演奏に合わせてソウルトレインダンサーが踊るコーナーが人気を博し、そのダンサーの中からは80年代の人気グループシャラマーも誕生した。 1971年10月2日から2006年3月25日までの35年間放送され、アメリカで最も長く放送された番組としても知られている。ザ・ステープル・シンガーズとドン・コー・ネリアス・ソウル・トレインの起源は1965年、シカゴのテレビ局ワシュー TV が放送した2つの若者向けのダンス番組を放送開始したことであり、 アフリカ系アメリカ人のアーティストが出演する番組で、当時 DJ を務めたドン・コーネリアスが1971年10月2日、ソウルトレインを放送開始した。以来アメリカンバンドスタンドと並ぶアメリカの2大音楽番組に成長した。最初期のソウルトレインには、ジェリー・バトラーとシャイ・ライズ、エモーションズが出演した。また、白人のエルトン・ジョン。 デビット・ボーイらが出演したこともある。番組は2006年に終了。初代司会者のドン・コーネリアスは2012年に拳銃自殺で惜しくも他界している。ありがとうございます。